皆さんこんにちは、ヒデです。今回のテーマは東京近郊の超赤字路線、久留里線です。都心からたった1時間半のところにあるのに廃線が話題に上るほどの大赤字路線である超ローカル線の模様をご紹介していきます。よろしくお願いします。まずは久留里線の起点駅に向かいましょう。東京駅の地下ホームから総武快速線に乗車して千葉方面に向かいます。地上に出たら左手に東京スカイツリーを望みつつ江戸川を越えて千葉県へ。本来は千葉駅で内房線に乗り換えるのですが、乗った電車は内房線直通なので今回は乗り換え不要です。内房の田園風景を眺めながら第三セクターの小湊鉄道の起点駅、五井駅などを経由しつつ1時間20分ほどで久留里線の起点駅、木更津駅に到着です。今いる木更津駅のある木更津市は江戸時代から栄えてきた商業都市で、現在は何といってもアウトレットパークで有名です。東京湾アクアラインのおかげで東京湾の向こう神奈川県からのアクセスも非常に便利です。2018年には日本一店舗数の多いアウトレットとなりました。またドラマ木更津キャッツアイの舞台でもあります。では本題の久留里線です。まずは運賃表を見てみましょう。終点の上総亀山駅まで全部で14の駅があり、約32キロを1時間少々で結んでいます。運賃は680円。では改札を入ってホームへ向かいましょう。久留里線は終点まで直通する列車が少なくて、大半は途中の久留里駅止まりなので、まずはそちらを目指します。今回は11時11分発の列車に乗りました。ご利用くださいましてありがとうございます。木更津駅を発車すると少しだけ内房線と並行した後、右にカーブして内房線とお別れします。その後はしばらく宅地と農地が半々といった感じの中を進んでいきます。この久留里線、路線の歴史は結構長く、1912年に木更津駅と現在は途中駅である久留里駅までが開業、その後1936年に上総亀山駅まで延伸し現在に至ります。ちなみに久留里線沿線出身の友人によると、昔地元の方は久留里線のことをパーセン、久留里線の乗客のことをパーセンジャーと呼んでいたそうですが、くるくるパーなんてもはや死語なので、さすがにもう使われていないんじゃないでしょうか。上総清川駅に着く直前に少しだけ小櫃川が見えます。久留里線は終点の上総亀山駅までこの小櫃川とずっと並走することになりますが、建物や木々に遮られたり遠ざかったりすることも多く、その姿を拝める場所は結構限られています。横田駅に到着です。久留里線内では2つしかない列車交換が可能な駅の1つです。ちなみにもう1つは久留里駅になります。まもなく東横田駅、東京ドイツ村の最寄り駅です。とは言っても3キロぐらい離れていて歩くには不便です。路線バスもこの駅ではなく内房線の袖ヶ浦駅から出ています。次の駅はマクタです。かつてはこの駅も列車交換が可能だったことが伺えます。駅舎は1912年に建てられたものが改修されつつそのまま使われています。さっきまで遠かった山がだいぶ近づいてきました。木更津駅を出発してから約45分、線路の分岐が見えてくるとこの列車の終点久留里駅に到着します。というわけで久留里駅で下車しました。次の電車は2時間ごと時間がたっぷりあるので、乗り鉄だけでなく駅前散策もしてみましょう。駅舎は大正元年の駅開業当時のものが改築を加えつつ今も使われています。久留里は名水の里としても有名で、千葉県で唯一平成の名水百選に選ばれています。街中に何箇所か井戸があり、自由に水を汲むことができます。また美味しい水といえば日本酒ということで、駅の周りには数軒の酒造メーカーがあります。それだけでなく2022年10月に駅前に酒ミュージアムがオープンしました。たくさんの地酒が展示されていて、200円で試飲をすることもできるということで、日本酒好きにはたまらない場所だと思います。お酒があまり飲めない私は久留里の水で作ったサイダーをいただきました。またかつてこの辺りにあった久留里城は雨が多いことから別名雨城と呼ばれていて、ここから名前を取った雨城楊枝が日本酒と並んで
フルリの特産品です。クルリ線の旅を再開しましょう。13時53分、クルリ駅発の電車に乗って終点の上総亀山駅を目指します。ここからは3駅20分少々で到着します。クルリ駅を発車すると視界はさらに狭くなります。いよいよ山の中を走っているという雰囲気になってきます。全面展望を楽しむお客さんもいます。おかげで私は見ることができませんでしたが、トンネルを抜けて木のトンネルをくぐり、やや視界が開けたら、いよいよ終点の上総亀山駅に到着します。到着は14時11分、乗ってきた列車が27分に折り返し久留里行きとなりますが、その次の列車は17時15分、なんと3時間後です。さすがに私以外の乗り鉄客はみんなこの列車で戻っていきました。こんなに乗り継ぎが悪いと、電車で来ようと考える人がいなくなるのも仕方ありません。現在はこの上総亀山駅が終点ですが、もともとはかつての木原線、現在のいすみ鉄道に接続して太平洋側まで延伸する計画があったものの実現せず、いわゆる盲腸線の状態で現在に至っています。では駅の近くを散策しましょう。上総亀山最大の観光資源といえば亀山湖という湖とダムでしょう。亀山湖は1980年に完成した亀山ダムのために作られた人造湖です。また亀山温泉という温泉も湧いていて、ホテルやペンションがあったり、ハイキングコースも整備されています。他にも秋の紅葉シーズン限定で営業するクルーズ船もあります。駅から徒歩で行ける範囲にこれだけの観光資源があるのは大きなメリットだと思います。それなのに久留里線の利用者が極めて少ないというのは鉄道ファンとしては残念でなりません。久留里線といえば、この動画の冒頭でもお話しした赤字路線という言葉が真っ先に思いつく方も少なくないかもしれません。営業係数がなんと1万9000という超赤字路線で、これでは廃線あるいはバス転換が話題になっても仕方ありません。実際廃線前提ではないとは言うものの、久留里上総亀山間について今後の在り方を協議する検討会議の設置が2023年の5月に発表されました。上総亀山駅から延伸されていたら接続されていた現在第三セクターのいすみ鉄道は、現在は越後ときめき鉄道の社長を務める鳥塚明さんが先代社長でした。存続が危ぶまれていたこのいすみ鉄道が、数々の施策によって鳥塚社長時代に全国的に有名な一大観光路線に生まれ変わったというのが有名な話です。ここまでご紹介してきたように、素晴らしい景色と観光地を持つ久留里線もこれに倣って見事復活してほしいと願わずにはいられません。それでは今回はこの辺りで終わりたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひお気軽につけてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。